どうも、ピアニストの長島達也です。えー、今日は今、注目の若手、亀井正也さんが、えー、バルセロナで今行われているマリア・カナルス国際ピアノコンクールのセミファイナルまで進出したというニュースが入ってきたので、それについての動画を作ろうと思います。えー、このバルセロナのマリア・カナルス国際ピアノコンクールなんですけれども、昔活躍していたマリア・カナルスさんと彼女の 夫が、えー、設立した国際コンクールで1954年年から毎年開催されています今となっては、えー、国際的なとても有名なピアノ国際コンクールになっていますでこのコンクールイタリアのブゾーニ国際コンクールと似ていてなかなか1位を出さないとか、えー、1位が出ない年がたくさんあるって いうふうにずっと知られていたコンクールですが1990年の終わりからは毎年のように、えー、1位が出ていますもしかしたら審査方法を変えたのかもしれませんしその詳しい理由は僕にはわからないんですけれども、えー、日本人の優勝者もたくさん、えー、輩出しています1976年には杉本康人さんが優勝しています で1982年には、えー、日本でも海外でも活躍している岡田弘美さんそして1986年には酒井千春さん2000年には菊池雄介さん2001年には三浦友里恵さんそして2016年には佐藤博夫さんが優勝しています。 こんな感じで日本人の優勝者だけでも6人も輩出しています。で、今度2位とか3位の入賞者も入れると結構な数で日本人の方々が入賞していらっしゃいます。で、えー、これまでに優勝した人たちの中で特に有名なのが、チメベルマンの先生としてとても有名なアンジェイ・ヤシンスキーさん。 でヤシンスキーさんは、えー、ショパン国際コンクールの審査をよくなさるので日本でも結構知られている名前だと思いますそれからキリル・ゲルシュタインさんキリル・ゲルシュタインさんはバッハ国際コンクールとルービンシュタイン国際コンクールでも優勝していて、えー、日本ではどれだけ知られているかわからないんですけれども国際的にとても素晴らしいピアニストだとリスペクトされていますそれからバディム・コロデンコさん 彼はバンクライバン国際コンクールでもこの後に優勝して、で世界的に活躍しているピアニストです。今年の審査委員長はカルロス・セブロさんで、日本のエビ・アキコさんも、えー、審査員として今参加していらっしゃいます。 え、エビアキコさんはもう本当に国際的なコンクールでしょっちゅう、えー、審査員として活躍されてる、えー、ピアニストです。で、今回のマリア・カナルス国際コンクールでは、世界中から51名のコンテスタントが集まってきて競われています。で、その中で7名の日本人が参加しています。えー、カさんの他に、黒沼・カレンさん。それから、黒沢・アミさん。草間・キワさん。 下里武史さん、そして竹澤優斗さん、田も上優奈さんなどが参加していました。で、この世界中から集まった51人で第一次予選が競われました。第一次予選は3月の27日から29日までで開催されました。で、課題曲としては、 えと20分のミニリサイタルのプログラムで1曲はバッハの平均率のどれかそれから2曲目がベートーベンの「そなたからの課題曲」の中から1曲そして最後にショパン、えー、ドビッシースクリアービンラフマニノフの中から練習曲を1曲あリストあとリストの練習曲の中から1曲っていう 課題曲から選んだ20分のミニプログラムで競い合いましたでそこからたったの19名が2次予選に進めるんですけれども日本人コンテスタントの中から2名だけが選出されました亀井雅人ささんんと黒沼蓮さんですでこの2次予選は3月の31日と4月の1日に行われたんですけれども、えー、課題曲はやはり ミニリサイタル今度は40分のミニリサイタルで、えー、3人以上の作曲家を弾かなければいけないそのうちの1曲は、えー、5分以内の現代曲そしてロマン派、えー、ショパン、シューマン、ブラームス、ラフマニノフ、シューベルトの課題曲の中から1曲っていう感じになっています そしてそこから7名がセミファイナルに進出しましたでその7名の中に亀井正人さんが入っていますで亀井正人さん以外にセミファイナルに進出した6名なんですけれども名前が全部英語で書いてあってカタカナ読みがちょっとわからないので英語の発音でごめんなさいまずはイタリアのアルベルト・フェローそれから韓国のヨング・ホー・パーク えー、中国の Guang Chen それからカナダからの Jaden Ezek Zarko それから,れから中国からの j u y u Su そしてまたコリアから韓国からの Sai Yun Chong この7名で競われますセミファイナルは、えー、50分のリサイタルで 選曲は全く自由なんですけれども、ショパンのエチュードを1曲入れなきゃいけないっていうことになっています。で、スペイン時間の今日4月3日にこのセミファイナルが行われます。亀井さんはその7人の中のトップバッターとして出場する予定です。で、ここから3名が選ばれて本戦に進むことになります。 ファイナルは4月6日に行われますが、他の国際コンクールと同じで、競争曲です、えー。マリア・カナルスは競争曲1曲だけで、ベートーベンの4番、ショパンの1番、シューマン、ブラームスの2番、チャイコスキーの1番、ラフマニノフの2番か3番、えー、ラベルの、えー、ゲイドア、両手のやつですね。それからプロコフィエフの3番の中から選曲するっていうことになっています。 で、このコンクールの賞金なんですけれども、1位を取ると340万円。日本円のだいたい340万円くらいもらいます。2位は、えー、日本円にして135万円くらい。で、3位は日本円にして、えー、80万円くらい。で、ファイナルには3名しか進めないんですけれども、それでも順位をまだつけていくみたいで、いえー、と4位から6位の人は全員、 日本円円にしてだいいた万円がもらえるそうですでもピアニストとして一番魅力的なのは賞金も賞金で素晴らしいんですけれどもそれ以外に1位の人はナクソスと、えー、レコーディングの契約が結べるっていうことにあると思います、えー、亀井さんなんですけれども実は3月の初めにアメリカのテキサス州に行っていて。 バンクライバン国際コンクールの予備予選に参加していましたでこのバルセロナのマリア・カナルス国際コンクールの1次予選通過を知らされたその同じ日に実はそのバンクライバンの予備予選もパスして6月にバンクライバンの本戦に出場することが決まっています、えー、本当にいいニュースばかりでますます頑張ってほしいっていう感じですね で、亀井さんは、えー、今回のこのコンクールの第1次予選で、バッハの平均率の第1巻の、えー、第3番、A 波探調のプレリュードと風画を弾いています。それからベートーベンでは、ワルトシュタイン・ソナタの第3楽章。そして、練習曲では、リストの、えー、ラ・カンパネラ。 日本で一番好かれてててる曲って言っ言言も過僕は世界中でこんなにラカンパネラが好かれてたり聴かれてる国は日本ぐらいだと思ってます <laughs>、えー、3年前に日本に帰ってきてすごくびっくりしてますでそのラカンパネラを弾いてます、えー、亀井さんこの曲小学校4年生の頃から演奏してるらしくて、えー、YouTube にもその演奏が載ってて小学校4年生でここまでラカンパネラをしっかりと弾けるんだなって思うぐらいの素晴らしい あの演奏で、えー、素晴らしいと思いました。で第2次予選では、えー「夜のガスパール」ラベルの「夜のガスパール」の「スカルボそれから新しい作曲家、えー、これは何だっけ5分以内の現代曲のやつですよねマーコス・フェルナンデス・バレーロの「フーガ・シティ」っていう曲。 を弾いてます。で、最後にラフマニノフのソナタの2番全楽章を弾いてます。この第2次予選僕聞いたんですけれども、すごくあの、若々しいいい演奏だったなって思いました。で、若々しいってなんか良くも悪くも取れるじゃないですか。僕は100%いい意味で言ってます。えー、まだ二十歳の子がね、わざわざ大,大人ぶって弾いても、えー、なんかおかしい感じが僕するんですね。 彼の年齢に合ったすごく、えー、熱気に満ちた情熱に満ちた若々しいとっても魅力的な演奏だったと思いますだからセミファイナルまで残ったのも正直言って,あなるほどなって全然驚きはししませんでした当然コンクールだから何か起こるかわからないんでその報告を見た時はすごく嬉しかったんですけれども、うん、それなりの,あのパスできる演奏はしてたなって納得のいく結果でした えー、亀井さん、セミファイナルでも頑張ってほしいですね。ぜひ、ファイナルまで進んで、えー、ますます素晴らしい結果が残るといいと思います。それでは、今日はこんな感じです。もしこのこ動画気に入っていただけたら、いいねサインお願いします。えー、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。